しをあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、大きなお口をあんあん、おいしいおいしい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 、楽しいな。今日はハンバーグリースを作るよ。まずは豚ひき肉にチンした玉ねぎのみじん切り、パン粉、牛乳、お塩を入れてよくこねるよ。もみ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 、一つ分を手に取ったらリースの形を作ってね。フライパンに並べて焼いていくよ。焼き色がついたら裏返して蓋をして蒸し焼きにするよ。わー、ふっくら美味しそうに焼けてきたね。飾り用のスライスチーズをストローで丸くくり抜いたら、今度は小さい三角形に切っておくよ。ハンバーグにチーズ、ケチャップ、茹でたブロッコリー、コーンをトッピングして可愛く飾り付けしたら、ハンバーグリースの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、型抜きサンドイッチを作るよ。まずはサンドイッチ用のパンを型抜きしていくよ。よいしょ。あ、これはお人形さんかな。これは雪？トナカイさんとお星様だ。みんなも好きな形を抜いてみてね。別のパンにハム、スライスチーズ、ブルーベリージャムを塗って、型抜きしたパンを上に重ねて、サンドイッチを半分に切って、抜いた形をトーストしたら、型抜きサンドイッチの出来上がり。さあ召し上がれ。お絵かきクッキーを作るよ。まずは袋に薄力粉、お砂糖を入れて混ぜていくよ。無塩バターを加えて揉み込むように混ぜてね。次に牛乳を入れて混ぜたら、
一塊にしていくよ。もみ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 。袋のまま生地を伸ばしたら、袋を切って生地を取り出して、クッキングシートの上に生地を乗せたら、線をつけて型抜きで好きな模様をつけたり、竹串で絵を描いてみてね。あ、プシュプシュだ。170度に予熱したオーブンで焼いたら、お絵かきクッキーの出来上がり。さあ、召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしい。今日はオムライスロールを作るよ。まずはボウルにご飯、コーン、ツナ缶、加熱したブロッコリー、ケチャップを加えて混ぜるよ。ラップをかけてレンジでチン。ボウルに片栗粉、お水、卵、お砂糖、お塩を入れて混ぜたら、サラダ油をひいたフライパンに卵液を入れて焼いていくよ。アルミで蓋をして2分焼いたら、裏返して少し焼いてね。ラップを引いた薄焼きに具入りのご飯を乗せたら、手前からくるっと巻いてしばらくなじませたら、オムライスロールの出来上がり。さあ、召し上がれ。大きなお口をあん、おいしい。今日はサワラの青のりフリッターを作るよ。まずはサワラの切り身を食べやすい大きさに切ったら、お塩を振りかけておくよ。ボウルに薄力粉、片栗粉、ベーキングパウダー、お塩、青のり、お水を入れて混ぜて、サワラを加えて混ぜながら全体に衣をつけたら、170度の油で揚げていくよ。両面返しながら火が通るまで揚げたら、サワラの青のりフリッターの出来上がり。さあ、
召し上がれ。